懐かしの町、大間厚木です。うわー、超懐かしいな、ここ。この町。町は以前、座間っていうところに住んでたんで、大間厚木はよく来てたんですよね。大間厚木か町田しか遊びに行かなかった。あー、なんかこう、こういう街に来るとすごく昔を思い出していいですね。ここだな、このここ。ここもよく、これメインロードじゃないのかな。ここよく来てたんですけどね。今見ると何にもない街だな。町田はもう栄えてるみたいですけど、この次はやっぱダメですね、もうね。磯もある。ここにもあるね。まあ、ここら辺でゲーセンがあって、あ、ゲーセンある、アスビー。なるほど、カーボンの相関。本当のドライカーボンはこの相関がないとダメなんだ。イメージしてくださいよ。例えば、ね、ここにこういう配置でやってったら、はい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 、その通りやって、ね、一回ちょっと投げて、OK だったら やりますから。嬉しい。ドライカーボンですね。これドライカーボンですよね。はい。オートクレーブ。これね、そのもう一個の片面のやつがケブラー入ってるやつがあったじゃないですか、黄色いやつ、はい、とかは結構好きなんですよね、実は。うん、使い道が難しいところがなんかいいよね。そうですね、この柄が。あの、そのケブラーって実はあのバイクのカウルの内側とかに貼ってるんですよ。なるほどなるほど。あのこいつの大きな意味合いってあの飛散防止なんですね。あ、そうなんだ。飛散防止のケブラーって強いんですよ。でカーボンで弱いんで、こけて割れるじゃないですか、カーボンなんで簡単にパリッて。そうするとあの飛散するんですよね。それ防ぐために内側に1枚これ貼っておくと。なるほど。表面バリッと割れてもそこで止まるんですよ、ベロロロ。なるほど、そこでね、あ、飛散しない。これがですね。そうです、そうそうそう、ケブラ引っ張っても切れない。そう、ケブラ強い、強いんですよ。でこれって表面に1枚だけ貼られてるんですか、これ。そうです、そうです。で中にズワーッとあるんじゃなくてどうですか。そのケブラは表面に1枚だけですね。へえ、でも表面1枚で十分なんですか、逆に言うと。あの、ケブラは飛散防止って意味ではそうですね。へえ、だからこっちはないわけですもんね。そうです、そうです。カウルとか、そうですね。今はセンサーと2人もう厚木で飲んでます。今日の1本、帰ってきてのフランパント、フランスヴィンテージですね。これ前も紹介したことがあるんですけども、すごくかっこいい赤ヴィンテージです。フランパント、フランス